後藤一発、毎日が本番、番外編。これなんすか？これが漆喰で。漆喰？で、これ漆喰に、この黄色い秘密の粉をかけて、こうなる。パーフェクチンって書いてあるんですか？これを混ぜてみる。あ、先に茶色にスプーン座ってるから、こっちから混ぜてみて。え、こんな白いのにスプーン刺さってるって何これ、食べていいんですか？食べても死なないと思う。これ混ぜるだけ。ちゃんと上手にねるねるねんの気持ちで混ぜてくれないと。人生でこんな練ったことないですけど、何ですかこれ。あ、この辺も綺麗かもね。え、まあ、まあいいや、とりあえず混ぜていくとなんか分かるから。今壁の色を決めてるんだ。壁の色。そう、壁の色。こんな色ないでしょ。そんな色は、まあ、今茶色になってるね。これ例えづらい色だよ。でもほら、チョコレートアイスみたいな。チョコアイス、こんな色。あれ、もう一個普通のあったの。え、これじゃないですか。あ、それでっかいやつ。こっちもまず、まず。いっちゃっていいんですか。パーフェクチン。たまにビーとか伸ばす、なすりつけるこの。このぐらい動かすみたいな。伸ばし？そうそうそう。撫でて何回か撫でて。これ可愛いけど、これクレープ屋さんじゃない。これダメでしょ。この色はない、ね、これ可愛すぎる。好き。じゃあこれとこれを混ぜるとか。それで壁の色が変わってくるってことですか。そうこれなんていうの、テイスティング。何カラーリング。カラーリング。ちょっと黄色が弱いですね。だけどそこに白入れちゃう。難しい。悩ましい。マジでババアのパンツみたいな色してるから無理だろこれ。きちいやー辛い。いいっすか。いっちゃってください。いただきます。俺からいいっすか。いただきます。なんなにこれ、どうなんだろう。なんか黒とか入れたいやな、本当は。だけど俺たち茶色と黄色と白しかないんで、それでいい色を作らなきゃいけないってことでしょ。悪すぎんな、それ無理だろう。どうすりゃいいんだ。ここがね、手垢とかもいるんだ。一応こう、なんだっけ、アルカリ性がすごい強いから。この色ちょっとなんか黄色が強くなったらちょっといいかもしれない。ありかな、はい、結構赤いよねこれね。やっぱりとんかつなんで、とんかつやっぱちょっとはい、からし木、入れとかないと。あ、じゃあ分かったパーフェクチン。パーフェクチン色がもうなんか箱が悪いっすよね。なんなんだろうな。まあ、こうやって店ができてくんだよな。あ、これとさ、なんか黄色ちょっと作ってみよう。黄色白って茶色いないやつ。ああ、の茶色。の茶色。じゃあここでちょっとこれして取って、の茶色これで、こっちこうする。10円のきなこ棒を見出すんですね。赤いのが出てたら当たりね。だけど知らないんだろうな。何なんだろうこの色、いいのかな、これでいいのかな。だとしたら茶色使わないですね。いやだけどこの色ってどうなの、なんか黄色すぎる気もする。確かに。まあそれはあれだな、俺の店ができたら、あの壁の色何色だったんだって見てくれればいいってことですよね。今日はそこまでで、後藤一発、毎日が本番、番外編。